紫輝くんの肌美しさに隠された真実。次回の週刊内内ミュージックで明らかに、岸くんの秘密暴露、マネージャーに怒られた理由とは、次の週刊内内ミュージックの予告映像が放送され、ファンの間で大きな話題になりました。その内容は、4月10日に飛べ東京ドームで行われる差し入れ選手権を予告していました。ファンたちは、番組内での岸くんやナンバー、愛の活躍を心待ちにしています。 キシ君や紫輝くん、そして他のメンバーたちの魅力に触れることができる習慣内ないミュージックの予告を見逃すわけにはいきません。そこで予告を録画しておきますが、その短い一瞬に私たちは彼らの魅力に引き込まれます。キシ君の笑顔や紫輝くんのキュートな仕草に心が躍りますね。しかし、その中でも特に注目を集めたのは、キシ君とマネージャーさんのやりとりです。予告映像には、 キシ君がマネージャーさんに何かで怒られている様子が描かれていました。一体何が起こったのでしょうか彼らの関係性やその背後にある物語にファンたちは興味津々です。テレビはつけていたけれども同時にスマートフォンも手に持っていました。その時目に飛び込んできたのはキシ君のお顔でした。彼の表情のアップが思わず息を呑むほど美しいものでした。この突然のプレゼントに心から感謝します。 さあ、来週は何が待っているのでしょうか岸くんがマネージャーさんに怒られたエピソードも見逃せませんね。また、紫輝くんのカメラドアップやナンバー、愛の活躍も注目されました。彼らの姿を見るだけで、ファンの心は踊ります。番組内での彼らの役割や、イベントでの活躍が気になりますね。紫輝くんの美しいお顔がアップで映し出された場面について、多くの感激の声が寄せられました。 カの肌の美しさに驚き、次回の放送がますます待ち遠しく感じられます。そして、番組内での差し入れ選手権についても、ファンたちは興味津々です。どんな料理やお菓子が登場するのか、そして各メンバーのリアクションはどうなるのか、ファンはそのすべてが楽しみにしています。さらに、次回の放送では、トベ東京ドームでの特別イベントが行われるとのことで、これはファンにとっては待ち遠しいですね。 彼らのトークや差し入れ、選手権、そして番組の雰囲気を楽しむことができるのは嬉しい限りです。次回の放送がますます楽しみになりますが、その前に予告映像を見て何が一番印象に残りましたか岸くんのマネージャーさんとのやりとりや、紫輝くんのカメラドアップ、または差し入れ、選手権についての興味、あなたの関心はどこにありますか楽しみながら、次回の放送を待ちましょう。 習慣がいないミュージックの予告を録画していたら、その予告が流れてきました。可愛らしい紫輝くんの姿に心が躍ります。果たして、彼は何を選んでいるのでしょうか楽しみにしていますね。また、予告が流れたとの報告がありました。そして、見逃してしまったという声も聞こえます。しかし、その後、再び予告が流れたとの情報が、トークや差し入れ、選手権、飛べドームでのイベント、どれも待ち遠しいですね。 キシんがマネージャーさんに怒られたシーンについての興味津々の声も上がっています。彼が怒られた理由やその背後に隠された真実について、ファンたちは熱心に推測しています。最後に、紫輝くんの美しいお顔がアップで映し出される場面について、感激の声が多く寄せられています。かの肌の美しさに驚く声もありますね。これらの情報を手に入れて、ますます楽しみが膨らみます。 あなたは次回の週刊内内ミュージックの放送を心待ちにしていますか岸くんがマネージャーさんに怒られた理由や紫輝くんの選んだ差し入れに興味はありますか次回の放送で彼らの魅力に再び会えることを願っています。